こんにちは、こんばんは、にゃんこです。今日はリセルフィムクレンジーのリバースアルバムバージョン、 QR からスマホに入れるやつですね、とこちらの今回初めて発売になったバラクラババージョンが届いたので、こちらを開封していきたいと思います。イエーイイエーイ。それじゃあ行ってみましょう。すいません、まず最初気になりまくりまくってるバラクラババージョンから開けて行きます。これ続出するよね、みんな。私も被ってこうかな、当たったら。こんな感じになってます。はい、で、QR があって、トレカがめっちゃ入ってます。ちょっと色ごとに分けたいけど分かんないから、とりあえずトレカ後で見ますね。で、下にこちらのなんかポスターみたいなやつですね。これは見えてたクマちゃんで、アルバムのサイズになってて、正直にゃんこはこれが一番好き。アンチフラザイルの時がね、このサイズだったんですけど、これが賞味一番いい、扱いやすくて、もうこれで一生いてください。ウィーバースアルバム頼むって感じ。はい、じゃあ開けてきます。パンパカパーン、オープン。おー、まず最初こちらの集合のですねやつがあります。こんな感じで中も黒でかっこいい集合のやつがありました。
ついてて、あれですね、読み込むデータになってます。黒いやつが4枚いる。黒いやつが4枚とネイビーが2枚、それから水色が3枚入ってました。もうなんだかよくわかりませんで、あと説明書ですね。説明書と QR コードが下にありました。これ全部取れたらしいんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9枚入ってました。なんかこれ2種類も混ざってんのかな、もう全然わかんない。山情報ないんでちょっと全然揃えきてないけど見ていきます。じゃ黒いのから順番にいきましょう。1枚目、じゃん、おお、ミニットです。サムクラですね、かわいい。2枚目、じゃん、おお、ユニットです。これはあれかな、決まってんのかな、もう全然前情報見てないかわかんないや。あ、集合です。次、じゃん、あ、集合です。こちらの4枚が出てきました。まず黒いやつね、後ろが黒のやつは集合とかユニットとかなんだ。でこっからがじゃあソロトレカってことかな、この2種類かな。いきます、じゃじゃーん、うんちゃちゃん、かわいい。ネイビー1つ目、うんちゃちゃん。次、せーの、はい、カズハ。次、こっから色違うんで多分ビジュが違うと思う。うんちじゃないなんでやねん、ユンジン、すごいメイク。え、サクちゃん、かわいい、このハートメイク。サクラ、ジョンさん、かわいすぎる。これあれだね、さっきのバラクラバの2種類目のビジュかな。ということで多分この2枚と3枚でビジュが違いました。2個目も開けていきます。じゃん、これは一緒だよね、集合は一緒として。4枚と1枚と、お、なんかまた違う順番出てきた。じゃじゃん、あ、これはさっきと一緒だ。ってことはこのユニット系のやつは全部被りですね。一緒一緒、この黒と白のやつは同じ。なんかこれは組み合わせがさっきと順番が違うから違うかも。じゃん、あ、うんちちゃんはさっきと違うのが出てくれました。カズハはかぶりで、ユンジンはさっき違う方だったから新しい。サクちゃんもさっきと違うで、ジェオンさんがかぶりでした、かわいい。サクラはこれとこれが出てくれました。ユンジンちゃんも2種類、カズハはかぶってて、うんちちゃんも2種類出ました。わー、はい、じゃ次こちらの B バージョンを開けていきます。じゃん、あ、こちらのビジュが多分さっきと違いますね。さっきのやつはこれだからちょっとビジュが違う。 A と B でね、ビジュが違います。で、まあ、黒が4枚入ってて、説明書、なんか色一緒だから同じなのかな。ビジュ A と B は一緒ですか見ていきましょう。せーの、ほい、あ、違う、ほい、違う、あ、なんかピントが合ってないね、違う、これは一緒、これも違うか。あ、集合とかこのユニットが違かったですね、さっきと。はい、じゃあ次、これ一緒なのか違うのかよくわかんない。じゃん、あ、違う、ビジュだ、ちゃん、じゃん、カズハ金髪、じゃん、ユンジン、じゃん、サクラめっちゃラメラメだ、すごい。そしてジェオンちゃん、このチェロンめっちゃ可愛いんだけど、やばい、可愛い。はい、じゃあ最後2個目開けていきます。ピントがちょっと怪しいの、さっきから、ごめんなさい。なるべく画面見ながらピント合うように気をつけて開けてるつもりなんだけど、時々ダメだ。で、さっきの感じで言うと、これは一緒で、これも一緒、うん。じゃあ B バージョンのユニットで、これもなんか怪しいな。じゃじゃーん、2種類目出ました。こちらは2種類目出て、カズハもさっきこれ出てないから2種類目、ユンジンちゃんはかぶりで、サクラもこっち出てないから2種類目、ジョンさんも2種類目だ。 B タイプのウンチちゃんはこちらです。カズハはこれです。ユンジンだけかぶっちゃった。サクちゃんはこちらです。そしてケイゴチアンちゃんはこちらの2種類でした。めっちゃ可愛すぎる。なんかね、微妙に3種類だけ揃わなかったから、ちょっと追加するか悩ましいんですけど、こんな感じで本日はバラクラババージョンとウィーバースアルバムバージョンを開封してきました。こっちのトレカもね、全部可愛いから、ちょっとマジで困るわ、マジで困るバラクラバはね、私の認識だと1種類のはずなんで、トレカ気になった方は購入してみたら
いいかと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。初めての方はチャンネル登録お願いします。そしていつも来てくれる方もいいねボタンとコメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。